西オーストラリア州における位置ヤラババクレーターとは、オーストラリア、西オーストラリア州ヤラババに位置するクレーターである。1979年に発見された直径約7 0トルのクレーターであり、22億2900万年前の衝突によって形成された、これまで知られているクレーターのうちで最古のものであることが判明している。侵食によって、 肉眼でクレーターを把握することはできないものの、航空機からの磁気探査によって、大円形であることが判明している。カーティン大学が主体となって、クレーター周辺の岩石が含有している鉱石を研究し、その結果が2020年1月22日に、ネイチャーコミュニケーションズ電子版に掲載された。まず、岩石に含まれているジルコンやモナザイトを、高感度高分解能。 イオンマイクロプローブを利用して調査され、これらの結晶に含まれるウランからウラン、鉛年代測定法を利用して、年代を特定した。この調査の結果、フレデフォートドームよりも少なくとも2億年前に、形成されたクレーターであると判明した。また、クレーターが形成された時期は、地球がスノーボールアースから脱出した時期と、同時期であることが判明したため、小惑星の衝突によって、 地球の気候が変動したのではないかと推測されている。研究チームはこの巨大衝突によって最大で5000億トンの氷が消化し、水蒸気として大気中に放たれたと推計した。オーストラリアにある直径2 0トル以上のクレーター。ありがとうございます。